高原に響き渡る鐘の音。高千穂町五ヶ所高原、三州台からは日本百名山の一つ祖母山、そしてその周辺の山々が一望できます。九州の代表的な秋峰を望む絶景の中で、突き出るような山容が目立つ岩の峰筒ヶ岳、標高1296メートル。祖母山から連なる筒ヶ岳は2017年、祖母傾き大久江ユネスコエコパークとして登録。今回は秋の始まりを感じさせてくれる筒ヶ岳に登り、絶景を楽しみます。ユネスコエコパーク機構筒ヶ岳編。周囲を美しい山々に囲まれた宮崎県高千穂町五ヶ所高原の三州台にやってきました。祖母傾き大久江ユネスコエコパークの魅力をお伝えするユネスコエコパーク機構、今回は祖母山系の一つ筒ヶ岳に登ります。それでは案内人をご紹介します。高千穂山の会の佐藤俊治さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高千穂山の会の佐藤俊治さん、趣味は山登り。山の会発足から45年間長きにわたり会長を務めた俊治さんは、現在も登山道整備を行い、全国から訪れる登山者を守ってくれる、まさに高千穂の山の神。そんな俊治さんと筒ヶ岳山頂を目指します。俊治さん、はい、この三州台という場所、とっても気持ちがいいですね。そうですね、いいところですね。これなんで三州台って言うんですかね。そうですね、3つ引いてるという意味でしょうね。3つ、はい、何が3つなんですかね。まずは祖母山ですね。ちょっと雲に隠れてますけどですね、はい、はい、それと九十三、阿蘇山が見えますね。それで三州台って言うんですね。今回私たちが登るのは、はい、祖母山系の一つの筒ヶ岳ということなんですけど、はい、ここから見えるんですか。ちょっとこう振り返ってみてもらって、はい、あのとんがってる岩峰が見えますかね。正面ですか。はい、正面です。え、はい、あれですか。あれです。今日登るのあれが筒ヶ岳と言いますね。めちゃくちゃ岩じゃないですか。岩です。え、あそこ登れるんですか。登れます。まああの、はい、途中はあの普通の稜線歩きでそこまでないんで、ちょっと登れるか不安なんですけど、その稜線歩きという言葉を信じて、はい、今日は楽しんで登っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。コースはこちら。北谷登山口をスタートし、浅間平コースを進みます。一の鳥居登山口からの合流地点を祖母山方面へ、展望台からアップダウンが続き、はしごを登り頂上を目指します。今回の出発点北谷登山口は広めの駐車場、トイレが整備されており、登山者がしっかりと準備できる場所となっています。三州台から車で移動して、ここ北谷登山口にやってきました。こちらから登っていくんですね。はい、そうです。今こう見ると、はい、コースが2つあるじゃないですか。はい、今日はどちらを行くんでしょうか。ですね、こちら右手行くとあの風穴コースというのがあります。うん、こちら浅間平コースで、はい、まあ、比較的緩やかなコースになっております。はい、よかったです。今ここ祖母山の登山口っていう風にずっと書いてあるんですけど、はい、今日登るのは筒ヶ岳ですよね。そうですね、はい、祖母山の方から登っていくんですか。はい、こちらから登って浅間平ってあるんですけど、そこが5合目ちょっと手前になるんですけど、はい、そこから左手の方に登ってきますね。そこから途中まではじゃあ祖母山の方にこう、そうですね、5合目までは登って、はい、そこから筒ヶ岳を目指していくということですね。はい、今日は比較的緩やかなコースということで、はい、楽しんで登っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日の朝までちょっと雨が降ってたんで、はい、ちょっと道がジクジクしてますんで、滑らないように。わかりました。はい、一歩一歩しっかり登っていきます。
やっぱこの緑の中を歩くの気持ちがいいですね。そうですね。この今杉ヒノキが植林はしてあるんですけどね。うーん、お、来ましたよ、1合目。お、おー、1合目。あ、でも全然今の道はなだらかで、そうですね、ゆっくり歩いてこれましたね。はい、一応間隔が530メートルなんで、まあ、そう思って頭に置いとって、まあ、歩いていただければ、いいかなと思いますよ。分かりました、はい、だけどきつくなってくるとこれは長いというのは結構まだって感じ。はい、2合目ですよ。おー、2合目ということはさっきのところから530メートルですかね。はい、そうですね。歩いて、そんな歩いたんだ。はい、いやー、楽しいです、今。あ、いいですね。はい、ま。この調子で頑張りましょう。はい、頑張ります。俊春さん。はい。あそこ、なんか、家の塀みたいな感じで石積み上がってますけど。そうですね。あれ、なんかあったんですか、あそこ。これ以前のあの炭焼き窯って言ってですね、はい、ここで炭焼いて持って売れてたんですね。まあ、それを生活の糧にされてたんですね。どのぐらい昔まであったんですかね。そうですね、もう車が発達する前でしょうから、昭和の初めぐらい、20年代ぐらいまであったかもしれんですね。あ、はい、こう石で囲って、くぼみはまだ残ってますもんね。本当ですね。そこが入り口で、以前水が結構流れていて、その炭を焼くのにはやっぱ水も大事だったんですか、ね、そうですね、まあ、今日は下まで登山口まで車で来てますけど、はい、以前は車なかったんで歩いて入ってきてるんですね。はい、当然日帰りできないんで何時間も泊まっての炭焼きだったと思うんですよ。まあ、生活用水として、飲み水として、やっぱり水のそばがいいというのがあったんでしょうね。じゃあもう本当にこの場所は木もたくさんあって水も流れていて、釜をするには、そうですね、持ってこい最高の場所だったんですね。はい、すごい。以前は炭のかけらが出てきたりはしてたんですけどね。そうなんですね。はい、炭ってそんなに長く残る、はい、炭持ちます、残ります。ちょっと炭探してみますか。はい、見つけたい。こっちちょっとその辺見てください。はい、あ、違う、あれ、おこれ違いますか。ですね、炭ですね。すごー、わー、炭だ。あった、あった、あったなんか綺麗ですね、こう、うん、反射でこう少しだけ光って見えて、はい、これがじゃあもう何十年も前のやつ、ね、前のロマン感じますね。50年以上でしょうね、前ですね。木の株で流れ道じゃなかったんで残ってたんです。あ、守られてるんですね。はい、お、赤目立ちますね。そうですね。これなんていう植物ですか。マムシグサの実になりますね、この赤いのが。マムシグサ。はい。なんか怖い。怖いですね。名前ですね。多分この茎が、はい、マムシのこの斑点に似てる感じで、名前がついたのかなと思ってますけどね。今までずっとこう緑の中を歩いてきたじゃないですか。はい、こうパッとこう目立ちますし。目立ちますね。いいですね。お、ちょうど1300メートルですね。看板がありますが、はい、お、ここが1300メートルなんですか。そうですね。え、こちらが一の鳥の、一の鳥からの登山道ですね。昔の、ここで合流するんですね。はい、昔の登山道なんですけど、こちらの道ができる前は、はい、こちらばっかり登ってましたね。え、今私たちが登ってきた道は以前はなかった、はい、なかったんですね。そうなんですね。はい、ちなみにこの一の鳥からのこの道ってどんな道なんですか。すごく、すごい急登登ってきますね。は
まあ、距離的にはこちらの方が近いと思うんですけど、まあ、急登なんで時間的にはつぶがありますけどね。結構この一の鳥居から登ってこられる登山客の方も多いんですか？北谷登山口に比べたらもう少ないんですけど。あ、はい、でこちら今ちょうど工事やってたりするもんで通れない時あるんですよ、はい、その時は一の鳥居から皆さん登ってこられますね。またこれから先も結構平坦な道ですかね？そうですね、もうちょっと行ったら、まあ、階段がちょっとありますけど、それ過ぎたらもう展望も開けてきて気持ちがいいところで出ますんで、期待しとってください。はい、もうこんなの鈴竹枯れてしまってるんですね。これって全部枯れてるんですよね？そうですね、枯れてしまいましたね。どうしてこんな風になっちゃったんですか？そうですね、これ鹿の影響もあるんでしょうけど、はい、まあ、よく竹はあの花が咲いたら枯れるっていうこともあるんですよ。へ、だからどちらの原因かっていうのはちょっとよくわかんないんですけどですね。そうなんですね、まあ、鹿も、もう確かに多いんですね。鹿がですね、あの新芽を食べるんですね。新芽って葉っぱを、この竹の根っこってずっとあのつながってるんですね、地下で。それで一箇所枯れてくるとどんどん枯れていくような感じですね。そうなんですね、はい、俊春さんは、まあ、昔からこの山をずっとこう見てこられてると思うんですけど、ええ、はい、昔のこの山と今のこの風景、ええ、どんな風に違いますか？そうですね、非常に今残念と思ってるところなんですけどね。以前はこの鈴竹 が両脇にあって、はい、まあ、その間を登っていくような状況だったんですよ。緑の中をこうずっと進んでいくような、はい、でよく見るとまだ緑色が少し残っているんですね。そうですね、ところどころこう下から緑も出てきつつあるんですけどですね、はい、そういうのって何かこう対策っていうかされてるんですか？そうですね、あの山だけに限らず里山でも被害が出てるんで、この町行政としてもあの捕獲するようにですね、まあ、あの漁師さんとかにお願いしてありますね。で年間1300から1500ぐらい捕獲をされるんですけど、はい、どうしてもやっぱりこの繁殖力が強いんでしょうね。鹿の一向に減らないというのがありますね。長い階段がありますね、はい、これもしかして高千穂山の会の皆さんで整備された階段ですか？そうなんですよ。ここがちょうど赤土で悪くてですね、いつも皆さん滑ってらしたんで、はい、この長い階段を整備するの大変だったんじゃないですか？そうですね、材料とかを持ってきてこう材料もですね、あの下の登山口から、あの稼ぎ上げてきたんですよ。そうなんですか、はい、ですぐに気が腐れないようにあの防腐剤も入れてあるんで重いんですよ。それを大体こう皆さん何人ぐらいでここは整備されたんですか？ここを階段登って上がったのはあの年配組の3人でしょいこと使って3往復でここまで持って上がって、いや、設置しましたね。3往復、はい、重たいの担いで、いやーすごい。それって私たちがこう歩きやすくするため以外にも何かこう整備をする理由ってあったりするんですか？そうですね、まずはその皆さんが初心者でも安心して、山登りできるようにっていうのが一番なんですけど、二つ目にはあの、まあ、見ての通りこう両脇が迫っていまして、はい、大雨とか降ったらここを水が流れるんですね。はい、水が流れると当然土砂も流れて土もはい、流れてこの下がえぐられてしまうんですよ。でそれを防止するためでもあるんですね。なるほど、はい、それも何箇所もありますんで、やっぱり少しずつこういうのをしていってこの登山道を守るといいますか、自然を守るっていうようなことにつながってきますんで、はい、登山客の安全とこの山自体を守ることにもつながってるんですね。
この木が山帽子という木なんですよ。山帽子、はい、今赤い実がなってますけど見えますかね。見えます、ここからちょうど見えます。はいはいはい、これ食べれるんですけど、はい、まあ、ちょっと並べてみました。ここにちょっとミルク味の感じですね。ミルク味、うん、この大きなイチゴみたいだな。外観イチゴみたいで。いただきます。どんなですか。なんかミルクっていうの分かります。酸っぱいのかなと思ったら結構とろっとした感じですね。甘くて美味しいです。この時期に登らないと出会わないといいますか、この季節に売れるっていうか。そうですね、赤くなる実なんですね、はい、うん、甘い、美味しい。何個かポケットに入れて山頂まで持っていこうかな。ちょっと開けましたね。そうですね、ですね、はい、ちょっとこちらのピークに行きますけど、これまっすぐ行ったら浅間平、浅間平というとこ通って、はい、祖母さんの方に向かいます。こちらがルートになりますね、はい、そうなんですね。私たちはこっちに行くんですか。こっちのピークに1回登って、それからちょっと、はい、降りる形になりますね。わかりました、はい、じゃあ行きますかね。はい、綺麗にこう人が歩いてできた道っていうか。そうですね。おお、展望台って書いてますね、はい、そうですね。おお、残念、何も見えない、真っ白。ここはすごく展望がいいとこなんですよ、で、まあ、正面遠くに九十連山、阿蘇とか見えるんですね。はい、そうなんですね。そしたらここ本当はもうバーッとこう山の稜線が広がってるんですね。はい、広い広いですね、今日の天気予報は晴れだったんですけどね。なんでこんなになれますかね。私ですか。そうじゃないですか。日頃の行いですかね。はい、私春さん、はい、私さっきここをこうバーッと通るときに気になってたものがあって、はい、こうピーク都市、ピーク都市って書いてるんですかね、はい、そうですね。これってもしかして都市って都市春さんの都市ってことですか。はい、そうなんですよ。ちょっと困ってます。このピークに名前がなかったんですよ。でなんか名前付けないとこう誰かが集合場所とか、はい、連絡するときにわからないということで、先輩が勝手につけてしまいました。嬉しくないですか。いや、嬉しくないんですけどね。皆さん、ここはちょっと中間地点なんですよ。ああ、そうなんですね。ここまで約1時間、ここからまた1時間ということで、はい、ちょっとここで休憩しましょうか。休憩、はい、おお、ちょうどお腹も空いてきましたね。ああ、いいですね。はい、うちの家内がパン作ってきてるんで。え、はい。ほい。すごい。山行った時、相談したらいかんから行動職に持ってって、いい感じですね。よ、いただきます。どうぞ。うん。ほんのり甘くて美味しいです。美味しいですか？はい。よかったです。よ、ありがとうございます。奥様ってパン作って販売とかされてるんですか？いやいや、全然。趣味、趣味で作ってるだけで。いや、もう売ってるパン。みたいです。え、売ったらいいのに。販売してたら私買いますよ。結構近所の人にも人気があって。そうなんですね。おいしい。すぐうちに母ちゃんすぐ乗るもんで、またすぐ作って持ってきますよ。まあ方もよう作ると思いますよ。いいですね、このやっぱ疲れた時に甘いパン、うん、いいですよね、うん、ここからじゃあこっち側に次は、はい、こっちに行きますね。こっちはアップダウンありますけど、はい、はい、あ、晴れるといいですね。晴れます。あ、楽しい。ピーク都市から
結構下ってきましたよね。そうですね。ずっとこんな感じで下っていくんですか？ちょっと今平らなとこ入ってますけど、はい、でこれから先あのアップダウンが3つ4つぐらいありますんで、まあそんな急な上りじゃないから大丈夫と思います。よかったです、はい、まあ、こんな感じで、はい、アップダウンを繰り返して筒ヶ岳には行くんですね、はい、そうです、はい、お頑張ろう。10メートルぐらいの橋が待ってますんで楽しみにしてってください。え、怖っ。大丈夫です。ほら、キノコがあります。わっ、真っ白。綺麗ですね。ドクツルタケっていう日本では最も危険なキノコの一つ、ヨーロッパあたりではあの死の天使とか呼ばれてるみたいで、茶色の中にパッと、そうです、真っ白ですもんね。白で、しかも綺麗にまっすぐ伸びてるじゃないですか。今ね、来る時パッと目について、そうですね、感じですもんね。キノコ詳しい人ならいいんですけど、中途半端に知ってる人だったら危ないですね、やっぱり。そうですね、食するの、はい、食べられそうにも見えますもんね。そうですよね。じゃあ気をつけないといけないですね、はい、ほら、うわ、はしごだ。これがさっきお話しされてたはしごですね。はい、これが三種台から見える岩峰になりますね。うわ、本当にすごい岩ですね。ここを登った先がもう頂上になるんですね。はい、うわ、気をつけて。やばい、足がプレプレする。怖っ。うわー、怖っ。でもよし。うわー、景色見えましたね。ちょっと、そうですね、やっとガスも晴れてちょっとは見えるようになりましたね。そうですね、はい、ピーク都市ではどうなることかと思ったんですけど全然見えなかったからですね。よかったです。カエさんどうぞ、はい、先に。いいんですか？はい、どうぞ。よいしょ。おー、よかった。綺麗。少しは晴れてよかった。綺麗に見えますね。ここが筒ヶ岳山頂ですね。そうですね。わー、こんなにこうパノラマというか、わ、ね、ーっと見渡せるんですね。わ、最高。広場みたいなところが多いような感じがするんですよね。そうですね、ここがあの九十から北地形と同じような地形なんですね。はい、はい、じゃあこうなだらかな景色が広がってるんですね、はい、正面に結構大きめの山が見えてるんですか？そうですね、阿蘇山の麓がちょっとこう見えてる感じですね。山頂の方はちょっと雲で隠れてますけどですね。あ、そうですね、はい、でずっと回っていくと、はい、こちらが5箇所の集落になってきますね。ちょうどあの山頂台の下、道路が直線でこう通ってきてるの分かりますかね。あ、はいはい、そうですね。で今朝山頂台来た時に見えてた岩峰がこれですよね、はい、わー、あそこから来たんだ、はい、ここ360度見渡せるんですね、ええ、うわ、すごい。今見えてるのがあのピーク都市です。さっきの、あの登ったところですね。あの正面ですか？そうです。あんな高いところにいたんだ、はい、ピーク都市から右手に見えるのが見える予定なのが祖母さんなんですけど、ちょっと雲に隠れて見えないですね。実はあの昨日ちょっと下見て登ってきたんですよ。え、そうだったんですか？下見てもね、例えば道路がちょっと悪かったりしたらいけないんで、はいはい、ありがとうございます、まあちょっとまあ、体の話もあったんですけど、で昨日ちょっとメッセージを書いて置いてたんですけど、ちょっと見つけてください。え、メッセージ瓶に入れてますんで。瓶、はい、ここにあるんですか？はい、あります。え、いやでもこんな藪の中にはないよね。
ないもん。はい、ありました。これだ、これですか。そうです。開けてみてもいいですか。どうぞどうぞ。入ってる。ケーブルテレビの皆様へ、筒ヶ岳へようこそ。秋晴れの筒ヶ岳から展望を楽しんでください。高千穂山の会年春と。素敵なメッセージ、はい、嬉しい。泣きそう。もう今日はしっかり天気がね、はい、いいだろうというところで秋晴れにしときました。おわ、その年春さんの願いが多分届いたんですね。秋晴れの筒ヶ岳楽しめました。高千穂山の会では、はい、登山道整備をはじめとしたこの自然を守る活動をいろいろされてますが、はい、私たちみたいなこういう登山を楽しむ登山客に何かできることってありますかね。はい、そうですね、まあ、もちろん山を楽しんでいただいてあのいいんですけど、まあ、例えばあの弁当の残りとか、まあ、チリとかですね、そういう瓶とかペットボトルとか落とさないようにしてほしいなと思ってますね。年1回は大きな製造登山にあるんですけど、やっぱり集めれば結構な数になるんですね、量になるんですよ。だから十分気をつけていただきたいなと思ってますね。今回の筒ヶ岳の登山、ピーク都市までのなだらかな道だったり、そこからのアップダウン、またこういろんな表情が楽しめる山でとっても楽しかったです。下から見ると険しそうに見える筒ヶ岳ですが、楽しく登ることができます。そして山頂からは360度の大パノラマも楽しめますので、皆さんもぜひ登ってみてください。標高1296メートルからの大パノラマ、九州を代表する山々が見渡せる岩の峰、筒ヶ岳。季節ごとに様々な植物に出会える登山道。皆さんも筒ヶ岳からの眺望、楽しんでみてはいかがですか？